ヤマン、アサラト東京渡りです。今回3回目ということでね、1回目はフリップフロップ、フリフロップですね。で、2回目はハングとヘリまでやったんですけれども、次はこれですね。親指ハングっていうのかな。で、構造としてはですね、こうアサラトが親指の方に回ってきた時に人差し指で押さえます。見えますかね。人差し指でキャッチする。で、こういう感じですね。で、リズムとしてはですね、タン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 、一二三四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 、というこうリズムになるんですけれども、これはすごいいろんな上手くなってきても確実に使うやり方なのと、あとまあこの先のね、最初の難関エアターンに通じる導入の形というか、なんで最初もこれでね、ちょっとおみたいになったりするかもしれないですけど、まあこれもそんなに慣れちゃうと難しいことではなくて、こっちでキャッチするのもね、だいたいこうなんていうんですかね、みたいにこう終わったりするときに、こっち終わればよかったね、終わったりするときにこうもだいたい使ったりしたりとかね、いろいろあるんですけれども、この親指ハング、コツというか離すタイミングがすごく最初ね、調節したりするんですけどね、ちょっと一瞬シェイクを多く入れて、とかそれぞれこういうリズムをやったりするときも、まあでも一発入れたりシェイクを二発入れたりとか、まあいろいろこうやちょっとやり方あるんですけど、基本的にはこのまずこれで覚えてください。でですね、これができた人は最初からそういうのね、どんどん慣れていった方がいいと思うんでやってしまうんですけど、前回のこの小指側でのハングと反対の手は、あ、ごめんなさい、反対の手は今やった親指ハング、これを組み合わせてみるとまたリズムがそれだけでできてしまうんで、まあどういう感じになるかっていうとですね、こういう感じですね。面白いですね。でこれがやっぱ右と左をね、違うことをやってくって、アサラトはもうどん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 出てくるんですけど、この最初ね、やっぱり右と左が違うことをやった時にこうパカッとつながる瞬間があるんですけれども、それがこうできた時に本当に気持ちよくて、脳内からパーみたいな、なんかこう出てるなみたいなぐらいこう気持ちよくなれるんで、まあ細かくいろんな技術をこう覚えていきつつ、まあこの先のねエアターンとかもあるんで、まあただ僕は練習方法で一番いいと思ってるのは、こう一つのことだけをねずっと練習するよりは、何個かこう課題を持ってた方が、それをルーティーンで回すみたいな感じでやっていくと、すごい上達と、あと質の高い練習がねできていくんで、集中力を切れたなみたいな時に、まあ大体5分10分ぐらい同じことやってたら、次の課題に行くというか、課題を持っとくっていうね。だからこれがもうできてる人は
じゃあ次、片方これで、片方こっちこれで、お、シェイクをね、ちゃんとこれを守りながらできてるかなとか、ちょっとそういう練習をしてみてください。それはすごくこの先もそういう練習の方法は大事だと思うんで、ぜひぜひやってください。でですね、これとね、前回こうヘリってやりましたけど、これ外側からこう内側にこう回ってくるんですね。で、裏ヘリっていうのがありまして、これが普通のヘリですね。で、裏ヘリっていうのはこれですね、逆に中側から外にこう行く。でもお気づきの人もいるかもしれないですけど、これって要は今言ってる上ハングと同じリズムなんですね。リズムというかアタック音を取るとですけど、ただ聞こえ方が違いますよね、微妙に。やっぱ途中でただこれがね、すごいこう要は同じリズムになるっていうことなんですけれども、例えばさっきやったこれに、じゃあこれはでもすごい使えます、正直。この裏ヘリ、タン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 ってやる裏ヘリに、これはすごいいろいろやっていくときに便利というかね、すごい良くなるんで、良くなるというか、ああなるほどみたいになってくるというかね、これを、手癖っていうか覚えておくとすごくいいと思うんで、このタンスタンタンスタンっていうこのリズムの中に一緒にね、もうこうぶち込んでった方がすごいこういいと思うんで、ぜひこの裏ヘリで、コツとしてはこれもちょっと球をね、握ってあげるというか、っていうことなんですけれども、ただこれがね、できるとこう、ヘリを交互にやることで、こう四つ打ちが、もうね、ハイファナとかがやってますね、これはよく。でこうすごいこれをやることでいろいろ裏に音を入れていけたりするようになるんで、左右ずらしたりするとだすごいなって思ったりしますね。ああそういうタイミングでこう入れてくるんだみたいな時に、これをうまく使って調整したりしてるんでね、でもなんかちょっと練習してみてください。親指ハングと裏ヘリね、これは同時にこうやっちゃうといいんじゃないかな。なんか僕、毎回言ってるけど、ちょっとね、どん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 リズム本当は教えていきたいんで、すごいこう必要なことを詰め込んでってるかもしれないですけど、さっき言ったみたいに何個か課題を持ってた方が一つのことをこうやり続けるよりは、なるほどこういうやり方もアサラトってこういう動きもあるんだとか、こういうなんていうんだろうな、体にね教えてくみたいな感じなんですけど、そういう動き一つ一つをこうずっとストックしていって、で最終的にリズムに生かせる、最終的なリズムにね生かせる時が出てくるんで、最初はねなんかこうや
黙々とやりたくなると思いますけど、結構こうちょこちょこいろんな課題を同時に進めると飽きずに続けられると思うんで、ぜひやってみてください。ヤーマンです。